はい、どうも。パスカルを使って22の5個やってみようと思っていたところ、なんとね、初めて刹那20が来たんで、まあ今更攻略動画いらないかもしれないけど、一応攻略していこうと思います。でまあ知らない人向けにね、一応まずこのクエストなんだけど、魔導士がワンサか出てくるんだけど、全部処理しないと敵の投下が解けないってことと、闇光の順で倒さないと、ボスがね、ボスじゃねえ、まあ、中央ボスなりボスなりが防御力ダウンしないんで、そこが注意点かな。ちょっと待ってねー。ブロック。バイタルキラー抜けちゃうのか。まあでもいいか。で、今回はね、ギネビアをね、入れてみた。強いかどうかは知らんけど、あ、めちゃめちゃ強い。あ、惜しい惜しい惜しい。うん。すごい惜しい。ごめん、今ね、狙いとしてはブロックの中を行きたかったんだけど、まあまあ、いろいろあって失敗した。で、ギネちゃんの方は、結構ね、強化もしっかりしてあるから、一応こんな感じね。はい、こんな感じ。そうそう、デクさんと、デクさんも魔人だから、まあまあ、お互いに相乗効果で高め合ってるから、結構ね、強化はしてあるから、そこはよろしくお願いします。というわけで、あと、森蘭丸はだいぶ強いらしいから。はい、突破でございますと。まあね、20の極初めてなんだよね。いや、一回ね、マルチで、友人とやってて出て、クリアはしたことあるんだけど、もうね、2年ぐらい前じゃないかな。特に刹那運極とかは目指してるわけじゃないから、そうそうそう、ほぼほぼ初見なんだよね。でね、このね、文中だっけ、こいつが出た時に、ああ、じゃあ俺も20の極周回してみようかなと思ったんだけど、ね、なんだかんだ、なんだかんだやんなかったな。やろうやろうでやってない。そしたら、せっかくギネビアいるし、友情拾っていこうか。まあまあ、そんなね、焦るほど妙なメンツでやってるわけじゃないんで、おお、つえ。今何が強かったかちょっとよくわかんなかったけど、うん、撮影しがってたから。多分ね、ギネビアの友情はかなり入ってると思うんだよ。だからギネさんうまく使ってあげれば、もうそれだけでクリアできるようなクエストになっちゃったのかな。あ、いい感じ、いい感じ。うん。で、雑魚処理もきっちりやって、あとはもうギネ友情だけでいけんじゃないかな。はい。あー、盛りるね。もりもり削ってるよ、ギネさん。こいつはね、やっぱ強えな、本当に。どこ連れてっても最近後悔したことないもん。ああ、ギネベいらんかったわ、とかもない。久しぶりだな、刹那。じゃあ、刹那さんと遊んでいこう。で、多分これで余裕なんだよね、文中ちゃん。こいつすげえ優秀だよね。ただ、届くかな？自強化とか乗ってないんだよね。あくまで貫通変化だから、余裕で届いた。で、ここでまあ、デクさんでパーンって倒してもいいんだけど、あー、ギネさん触れるかな。ギネビアさんまで行きたいんだよね。ほい。あ、友情の削りはまあまあまあ。8分の1ぐらいかな。まあ、程よく削ってくれるから、艦隊編成したらね、より強いと思うんだよね。これでいけるか。そっと、そっと、打ち、OK。で、最後はランマルティンで、サクッと。で、そう、この子のね、ランマルさんのストライクショットも、これ多分倒せんじゃないかな。あ、普通にミスった、普通にミスった。ごめんなさい、普通にミスりました。ランマルさんの SS は、激しく貫くタイプの SS だから、こいつも超効果力なんだよね。さすが時代じゃない、刹那特化キャラが増えたね、本当に。確か俺の記憶ではこの文中ちゃんが最強で止まってたからね。ごめん、デクデク。デクの SS が強すぎるってとこで止まってたわ。ちょっとそろそろ削っときたいな。この位置からガツッと削るには、確かはまれるんだよね、ここ。だから、ゲージ外してあげて、あ、嘘、そんなことある？油断したな。油断してて負ける。ちょっと頑張ります。ここでガイドは非常に嬉しい。で、ワンパン強化ラインとかよくあったけど、どのギネビアは多属性、まあもともとそうか、光属性が多いから4万2000あれ十分か。ワンパンラインも多分みんな乗っかってるだろうし、ギネちゃん全然強えよ。うん。はい。まあちょっと抜けちゃったけどね。さあそんな感じで続きやっていきましょう。いやー、刹那か、運極にしてる人、だって、開始して、
3、4ヶ月で早い人って運極になってたよね。俺は本当すごいと思うよ。これはどうするかな。せっかく友情当ててみるか。多分こっから私の腕で全処理無理だから。あー、防御ダウンしなければ全然効かないな。さすがにそこまで甘いもんでもないか。でこれの全処理結構難しいよね。お、いったいったいった。危ねえ。ギネビアのターンでダウンしちゃったから殴りに行くしかないんだよね。うおー、殴れず殴れず。あ、でも鬼削ったからいいや。鬼多分即死でしょこれは。多分じゃねえか、刹那だもんな。だから透過してるおかげで雑魚処理はしやすいと。ほいほい。おー、いいね。さすが現状のデク以外の最適性キャラ、ランマルさん。よく走るし、キラー持ってる。これで抜けでしょ。はい、オッケー。で、ボスかな？もうワンステージあったっけ？ごめん、もうワンステージあったわ。そうだよね、捨て子だもんね、今。まあまあまあ、普通に処理していけばいい感じかな。鬼の方が優先度高いかこれ。あ、でも、あ、ビットンがいやらしい。これビットン、ビットンあるから先にちょっと削ってった。あ、でも結構友情で削れるな。あとビットンが柔らかい、予想以上だ。ちょっと友情出しながら暴れた方がいいかな。うん、出さんよりは出してよかった。あとはまあ下の方が HP 多いから一回叩いて、はいはいはい、はい、オッケー。じゃあ今度こそボスやっていきましょう。時代だね。俺だ、最初に刹那だった時緊張してもう手汗ダクダクもんだったけど、なんか今普通にプレイになっちゃったもんな。オッケー。ただこれを運極にしてる人は本当にすごいと思うよ。あれか、これロボ倒さないと入りづらいよってことかな。ほい。おお、殴れる殴れる。すげえ強えな。ギネビア艦隊でいけるんじゃないかこれ。まあ行ってる人はいるか。そうだよね、もうギネビアも実装されて1ヶ月ぐらい経つしね。クリスマスだったから。はいはい、オッケーオッケー。先にさすがにロボはね倒した方が良かったんだろうけど。あ、レーザー太っ、怖いね。いやー、友情コンパ調子乗りすぎか。倒しちゃう倒しちゃおう。ただまあこれ次のターンまで待って、デクの、いや、媒体キャラ乗ってないから無理か。ただデクさんで結構ワンパン動画昔上がってたから、もうデクが溜まり次第普通にクリアしたい人だったら打っちゃっていいと思う。下手に削るんじゃなくて。はいはいはい。でギネさんでハマってって、あ、場所いいね。あぶねえ。これね、お知らせをさ切ろっかなと思ったんだけどね、会社の人からさ LINE 見ろよって怒られたことがあったから通知オフにしてないんですよ。ごめんなさいね。はい、オッケー。最後はまた文中か。まあ本来だったら待ってデクの SS でもいいんだろうけど、あくまで私は初なんできっちり最後まで楽しんでいきます。さあラスゲやっていこう。だから私これ3体目だね。最初に15死ぬほど周回して1回1体取ってから、で20でその友人とやってゲットして、で4体か。これは、あー、でも、13ターンあるから、即死までに。先に雑魚も削った方がいいんだよね。こっちからじゃあ行くか。いや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 、失敗した。普通に失敗した。投下したから、
っと降りてって、あ、でも結構柔らかいね。お兄さん結構柔らかいね。ランマルさんの横勘でいけんじゃないかな。いや、ちょっと角度つけていこう。届かんかったら意味ないしね。せめてギネビアの友情発動で必須で。必須で必須で。OK。さあ、あとは防具ダウンさせて。だね。文中さんがいれば楽勝なんじゃないか。これ SS 普通に。いや、触ってそうだな。触ってたらすいません。あ、触ってない。いや、優秀すぎる。そりゃみんな当時文中欲しい欲しい言うわな。はい。んー、まあ、デックの SS でもいいけど、ギネビアの、そうだよね、ギネビアさんの遅延打てば、画面上から消えるんじゃないか？魔導士。いやー、マジか。作戦失敗した。あー、投下しちゃったよ。横角なダメだな。横角数にちゃんとやろう。あ、順番間違えた。防御アップか。防御アップしちゃってるから、まあ、でも正直文中がその時点、そこにいる時点でデクが SS 打てるんだよね。そしたらだ、いや、ちゃんとやろう。こっち順、ん？そっか、この順だと処理できないんだ。上からか。上からゲージ外して暴れ回る感じ？ダッシュがなくなっちゃうのか。おーい、おい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 。あ、でも文長さんがやりやすいところに行ってくれた。まあ、デックの SS で終わらせるか、じゃあ。ギネさんの SS 打ってみたかったけどね。いや、いけるか。もう一回だけ頑張るわ。まだ5ターンあるもんね。だから外したくないから、とりあえず全勝に狙おう。それでいいや。あとはギネの友情、あー、オッケー、殴った。さあ、これで、まあ、防御アップしちゃったけど、刹那ちんに遅延が打てるわけよ。あとはこれでうまいこと防御ダウン状態にしてあげれば、多分3ターンの間こいつは何もしない。おーおー、やりすぎやりすぎ。投下したね。で、この状態で、そうなんだよね、友情コンボで倒しちゃうんだよね、弱点6コーナーがあるから。これで、オッケー、ダウンしてない。ただ刹那雑魚を出さない。これでこっからダウンしっぱなし。雑魚も出せない。出てこない？あ、出てこなくなっちゃうのこれ。あー、油断した。あー、これは油断したわ。ただギネビアの位置がまあまあいい感じだから。え、投下解除されるよね。あー、ビビったビビった。ごめん、あんまりメリットないかもしんない今の。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。ギネビアの SS はマジ気をつけた方がいいかもしんない。というわけで初クリアだね。ありがたいありがたい。まあ、今さら刹那20って言ってもあれだけど、初めてだとやっぱ嬉しいよね。一応これなんで撮ってるかっていうと、あの、嘘じゃないよっていうね、初だよってやつ。あ、オーブとかもらえないんだ。まあ、証明はないけど、本当に最初やったんよ。ほいじゃ、バイバイ。